40、このまま進む。東千歳第7師団全軍へ、これより臨時演習開始。仮想目標は未確定物体。カイロ行きの最終便に乗りたい。そろそろ行こうかと思うが。見ろ、我々はすでに六神体の一つを失った。我々はなさねばならぬことをなすだけだ。さすがにガイアーの強さは桁違いだな。しかしミロの言う通り、我々はこのためにこそ長い間生き続けてきた。我々は最後の一人となっても使命を果たす。目覚めたマーズと、そして地球人への最大の試練となって、地球人の本当の姿をマーズに見せねばならん。ラー、マーズは地球人に保護されているのよね。そうだ。すでにこの星の保存を決めてしまったということはないの？わからん。が、それは我々にはどうでもいいことだ。我々の使命は全身全霊を傾けマーズに襲いかかることだ。その先は地球人とマーズが決める。聞き取り調査に民間人を同席させた前例はないんだがね。はい、やはり名誉を引き込むべきではありませんでした。早く東京へ帰そうとは思っているのですが。まあ場合が場合だ。彼女がついていなければ会話がスムーズにいかないということであればやむを得まい。申し訳ありません。もう一度聞くわよ。よく思い出してみて。あなたの名前は？マーズ。マーズ、秋の島神道にはどうやって行ったのかしら？わからない。何か少しでも思い出せることはない？眠っていた。眠っていた？あの島で眠っていたの？日本領海の南端に出現した海底火山、秋の島神島。その海域の調査に向かった海上自衛隊第一護衛隊軍は、正体不明のロボットと突然交戦状態に陥り、これを撃破した。そして機関混合に同乗していた防衛庁の軍事アナリスト山口玲子は、島で謎の少年を発見した。少年を保護した山口は彼を東京に連れて戻り、その調査を始めるが、少年の身元は容易に判明しなかった。玲子の姪の高校生山口晴美もこの事件に巻き込まれ、彼女は次第に少年に興味を抱き始めた。同時に内閣官房室によって事態に対応するための対策本部が設置される。そこへ謎の組織が少年の命を狙って攻撃を仕掛けてきた。自衛隊の防衛ラインを突破したロボットは東京湾に侵入し、少年の命を執拗に狙う。だが少年は突如巨大なロボットを呼び寄せ立ち向かわせる。謎の男たちがガイアと呼ぶその巨大なロボットは、少年に呼応するかのように敵を倒すと、再び海へと帰っていった。そして少年は晴美の問いかけに初めて答えるのだ。僕の名はマーズ。質問30。私マーズは秋の島神島の海底で眠っていた。そう。質問31。私はおよそ1万年前に地球に飛来した人々によってあの海底に埋められた。そう。質問32。
私の使命とは、覚醒した時点で地球の状況を見、場合によっては地球そのものを爆破することである。そうだ。最後の質問。ホテル山岡で政府関係者2人を殺害したのは私である。違う。第二中隊、これより第三中隊と超越交代。仮想目標捕捉の後、第二次砲撃。あのダルマがまだ他にもいて襲ってくるというのかね。はい、彼らは神体と呼ばれ、あの少年マーズを攻撃することをのみその存在理由としています。なぜだ。わかりません。ただマーズを守るためにマーズ側にも一体の神体が存在します。それは あのええ、ガイアです。そして確かなことは、ガイアが、いえ、我々人類がマーズを彼らの攻撃から守りきれなかったとき、つまりマーズが死んだとき、ガイアは地球規模の爆発を起こすということです。山口君、地球規模とはまた大きく出たね。まあ、ホラ話は大きければ大きいほどいいと。現在ガイアがこの千歳に向かって移動中です。何？こちら今後、八重潮、秋潮へ目標の状況を報告。バシーサーモグラフ作動確認。目標は熱を放射中。震度200、速力15ノット。現在回収右20度、距離150。追尾続行。艦長、千歳の第七師団からの報告と一致してます。このままだと苫小牧沖に到達。到達推定時刻は明朝7時。何しろ熱だけの追尾だ。見失うなよ。金剛が追尾中だ。こちらに向かっている。ガイアーがマーズの意のままに動くかどうかの実験だよ。それが証明できれば、君も軽々にホラ話だと決めつけるわけにもいかんだろう。それと長官、P3C の撮った映像を拡大したものです。島の西側斜面に扉のようなものが。やはり島に出向いて中を調べる必要があるな。調査計画を立ててくれ。わかりました。はあ、私疲れちゃった。もう寝るね。ああ。あなたは？いいんだ。僕はもう眠らないんだ。そうよね。1万年も眠ってたんですものね。もう十分よね。ごめん、皮肉じゃないのよ。皮肉？あ、ううん、別に何でも。あの、テレビ持ってきてもらおうか。ホテルでずっと見てたでしょ。もういらない。大体のことは分かったから。あの、分かったって、まさか今の地球のことがなんて言わないよね。どうして分かったんだ、僕の言おうとしていることが。そりゃだって長い付き合いじゃん。We'll be right back.
左の海図はマーズの引いたガイアの航跡です。右が金剛からの追跡記録です。完全に一致しています。信じざるを得んな。とするとはい、これから先敵の攻撃が何度あるかは不明ですが、その都度我々は彼を守り抜かなければならない。そうだ、一度でも防衛に失敗し彼を死なせてしまったら、その時点で地球は吹っ飛んでしまう。まずく浮上させることはできるかな。サーモグラフが別の熱源に反応している。未確定物体捕捉。方位は本艦の真下を通過します。距離からオルトスの熱戦に耐えられるか、ガイア！Thank you.
防衛庁特務課から派遣されてきたシステムエンジニアの大垣です。これより山口分析官と合流します。ありがとう大垣君、君のおかげで助かったよ。長官どうした山口君。マーズの体が多分傷口から腐り始めています。何、東京の防衛医大には口の固いのはいるか。あそこは病院ごと口は固いわ。決まりだ、東京へ移送しよう。山口君、我々は秋の島新島へ。はい。ソナーってのは敵の動力系から出る可動音を聞き取るわけだ。それに反応しないってことは動力系がないってことしか考えられない。一体どうやって動いてるんだ。その謎もあの島で解けるわ。ベルト、最低ね。しゃべらないで。おおおお、
にその使命を果たし終えたのか。そうなのか、マーズ。